そういう壮大なコースもあります。チャンピオンレフターパー、ハーナックアウト。慶応侍金星。今打ち下ろしのミニストレート、最後にパンチだ。さあロープに詰める。なかなかいい攻撃、はい、ボディー左フック、左フックのボディーでダウン。畠山ヤンからダウンを奪っています。さあニュートラルコーナーでは左手でガッツポーズ。左は1。さあ畠山がボディーから顔面へ、ちょっとバックに嫌がってる。あ顔面効いてるか、左フック、左フック、ショートのバッチャー、畠山打ち続ける。ダウンダウンダウン。チャレンジャーバックリンニュートラルコーナーで尻餅をついてしまいました。一気に行きました、チャンピオンが畠山がなり左右のボディから顔面へ連打。おっとカウンターアウト。東洋太平洋ジュニアライト級畠山貴則が2度目の防衛戦、見事9ラウンド2分10秒にノックアウトで勝利で飾ったという試合をお届けしました。解説は具志堅用高さんでした。どうもありがとうございました。どうも。これは試合しかし、これはストップスタービス。ノックアウト。正解日、チェ・ジョン・チル。やっぱり抜いた。逃れようとしています。時間に射程が。序盤の畠山。このアッパーの後のこの右フック、これが最初のダウンでした。レカッパー今日は右が効いている。右にショートを決まった。ダウン、崩れ落ちました。崩れ落ちました。ストップ。金星は畠山さんの方が、はい、どんないいですね。畠山の連打、右ロック、ロックに追い詰めます。右ロック連打、バックピッチが飛んでいます。右ロック左は空振り、コーナーに追い詰めた。坂本苦しい、残り時間が30秒を切っています。右ストレートダウン。右ストレートどうですか。そうですね、タイミングよく決まりましたね。はい、なんとか立ち上がりました坂本。そこへ畳み立てます畠山。残り時間はほとんどありません。第1ラウンド、足元がふらついている。止めました、レフリーが止めました。第1ラウンド終了間際、横田さん、はい、最後このスロー右のストレートちょっとかぶせ気味にいきましたけれども、そういう意味で今回どうしても KO を、まあ、トレーナーとかには狙うなって言われてたんですけど、自分ではやっぱりもう一つ欲しいところでした。これスタミナなんですとね、はい、えらい感じ。おりました。さあダウンのシーンをご覧いただきましょう。ここからボディアッパーです。右のボディアッパーを食らいまして、その後まあショートの連打がありました。ここでダウンを奪いました畠山。ラウンド右当たりました。ラウンドご覧切れました。エイトがタブルが入りました。ダメカウントアウト、ナックアウト。まあ、今日はもうこの畠山の今のまあダウンにつながるシーン、右のフック、これも白井さん強烈ですね。やっぱりタイミング取り方もうまいですね、自身にね。というそういう壮大なコースもあります。内田正和レフリーがノーカウントダウンを制しました。
です。あ、左の服、畠山の左服がいい感じしています。チャンピオンの背中、また挑戦者の畠山持っています。あまり断然有利なところがあります。入った、さあ入った、さあチャンピオン足りないか、チャンピオン足りない、さあタッチです。チャンピオンだんでしょうか。ショートレンジが激しい打ち合い、左の服、チャンピオンが足りないか、チャンピオンが足りないか、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、チャンピオンボディーゴールでダウン、ダウン、ダウン、さああと1回取れると日本人4人目の2階級制覇になります。畠山が攻めます、畠山高生、ちょっと足りない、チャンピオンレフトアッパー、ナックアウト、ナックアウト、日本人5人目の2階級制覇になりました。おめでとう畠山貴教、日本人2階級制覇になりました。右のストレート、すごい右のストレートが入った、これが世界タイトルマッチです。チャンピオンが攻める、チャンピオンが攻める、ブラッときた、坂本危ない、坂本危ない、チャンピオンチャンス、チャンピオンチャンス、右のストレート、もう1回ライトアッパー、スラダビロック、強烈な試合になりました。逆足から右のストレートを出しました。チャンピオンも練習量の賜物なんでしょう。チャンピオンがっていく、ブラッときた、坂本がブラッときた、チャンピオンがっていく、チャンピオンがっていく、畠山のチャンス、畠山のチャンス、しかし坂本のサイドバックでこれにこうします。左の手を上げました、チャンピオンでライフク、ここで終わりました。プライドだけで立ってるんじゃないですか、気力だけでね、はい、チャンピオンが弾かれたように赤コーナーから飛び出してまいりました。返答をかけます、チャンピオンの畠山、坂本には一発があります。右のストレート、チャンピオンのライフク、ここでタオルが投げられました。しかしカウンターすぎます、タオルが投げ込まれまして、テクニカルナックアウト勝ち、チャンピオン畠山貴教、見事ナックアウトでタイトル防衛に成功しました。ガチンコで肉声を教えた時に、はい、いいか、ボクシングってのは一人でやるもんじゃないんだぞとおっしゃっておりましたけども、もちろんスタッフの協力もあるんでしょうけども、坂本さんという本当に噛み合う素晴らしい相手がいて、全国のテレビをご覧の皆さん、今日お集まりの皆さんを感動させる試合ができるわけですね。そうですね、やっぱり坂本選手のこういう頑張りがあってね、はい、初めてこういう素晴らしい試合になったと思うし、はいはい、やっぱりすぐ諦めてしまうような選手だったら絶対こんなことないわけで、そうですね、はい、決して僕一人の力じゃこういう素晴らしい試合できないと思います。全く同感です。